犬山遊園駅は、愛知県犬山市犬山麻酔仙寺にある、名古屋鉄道犬山線の駅である。愛知県最北端の駅である。犬山線に属する駅だが、旅客案内上は、各見原線にも含まれている。駅番号は、E16。すべての列車が停車する。相対式2面2線の地上駅である。 2020年5月25日から当面の間、終日無人化されている。駅舎は東西両側に設けられており、各駅舎に自動券売機、自動生産機を備え、そして西口改札内には IC カードチャージ機を備えている。無人化される前は東口に8時17時まで駅員が勤務していた。上下ホーム間は地下道でつながっているが、 エレベーターは設置されていない。ホームの北半分は半径290メートルのカーブ上に位置する。通常使用されることはないが、犬山橋が普通となった時に備えて一番線から犬山駅方に折り返し可能な渡り線が2018年まで設置されていて、昭和40年代には当時の国道十一号としても利用されていた犬山橋を通行しない形での 当駅泊まりの特急が運行されていた。また、2000年代前半までは、降落シーズンや、日本ライン夏祭り農業花火大会、大晦日の臨時列車で当駅発着となり、当駅もよりの成田山と名古屋市へ地下鉄、鶴舞線経由の大須観音とを結ぶ電車もあった。現在は、花火大会の臨時列車に限り北隣の新沼駅発着で運行されている。 かつて存在していたモンキーパーアクモノレール線には乗り場番号が明記されていなかった。また、駅名標も設置されていなかった。1番線の新沼型に設置されている信号機は当駅の出発信号機ではなく、新沼駅の第一場内信号機と表示されている。また、2番線のほぼ同じ箇所にある信号機も場内信号機ではなく、閉塞信号機である。 かつては犬山方面に片渡り線が設置されていたが、現在は撤去されている。犬山線と各見原線を乗り継ぐ場合、当駅での乗り換えを呼びかけている。犬山駅や新沼駅でも乗り換えられるが、当駅では階段を使うことなく乗り換えることができる。当駅は木曽川の犬山市側の貸しにある。明治末期昭和初期から観光スポットとして注目を浴びた。 そのため民宿や旅館などがいくつかあるが廃墟も目立つ。近年では住宅が立ち並んでいる。犬山城へは距離的には犬山駅よりも近いが城下町など他の観光ルートとは外れるため鉄道でのアクセス駅は主に犬山駅になっている。駅前には数軒の飲食店が立ち並び小規模ながら商店街を形成している。 犬山城の東すぐの名鉄犬山ホテルは建て替えのため閉鎖されている。毎月5日18日と大祭日のみとなっている。午前から昼過ぎにかけて、おおむね30分間隔で運行される。土曜日、日曜日と12月29日から1月4日は、運休。犬山遊園駅電車のご利用案内。2018年2月25日。 閲覧名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年1008ページ名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年581ページ AB 駅時刻表名古屋鉄道名鉄バス2019年3月24日閲覧電気車研究会 鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道配線略図、ハット AB と吉名実る、名古屋鉄道線路配線略図、鉄道ダイヤ情報通関第438号2020年11月別冊付録、名鉄車両ハンドブック、21ページ、交通新聞社、 2020年名鉄120年史、編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。犬山市の統計犬山市。 令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月28日閲覧。犬山橋駅に関するカテゴリありがとうございます。